ヨウちゃんのおしっこね、はい、昨日見たらさ、すいません、下のを取ってサンプリングして見たら、はい、ひどいことになってたんです、あの茶色いのは。え、細菌がうじゃうじゃいるの。え、それ YouTube だ。 YouTube ご覧にならない？あ、と見て、時々、今は見てないけど、あの時々見ます。見ます。はい、本当。じゃあクロちゃんのやつ見たってください。どこだっけな、どうして、あ、これだ、これクロちゃんの、これ昨日のやつね。売春、普通おしっこに細菌なんていないの。あ、それが、はい、おしっこの中に細菌がいっぱいいます。ちっちゃいの、もじょ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 動いてるのが細菌です。細菌だから、細菌性の出血性の尿道膀胱炎。あ、そういう、どうしてそうなったんでしょうか。そう、から尿道の方からばい菌が入る、入ったんです、はい、で、こんなさ細菌性尿道膀胱炎になっちゃうと、はい、最新な細菌多いの、細菌がいっぱい出てる、研究の側、まあ、こんな感じですよね、よくから見るとね、はいはい、で、まあ、ちょっと大きく書きますけど、膀胱があって、はい、で細菌がいっぱいです、尿道があるわけですね、はい、で、ここからばい菌が入る、出してもしくしないましょう、ばい菌が入ってもね、はい、自分の免疫力でばい菌は退治するんですよ。ああ、普通はそうなんです。そうだけど、これが入ってって、はい、バイキンが勝っちゃってさ、でこの中にいっぱい細菌がいて、でこれで膀胱炎がよくひどくなって、はい、出血したりとか粘膜が腫れたりとかして、それが茶色く出て、で腎臓がね、はい、腎臓があって、まあ、腎臓2つあるわけですけど、はい、腎臓で血液を出かけます。はい、カメラ使っていいよ。腎臓ってさ、全身の血液が来ておしっこをね、作るじゃないですか、ろ過してね、で、尿管、それで膀胱、それから尿道と、そういう風な感じなんですよ。で、この子、尿道膀胱炎なわけですね。で、そんで、ただの尿道膀胱炎じゃなくて、細菌性の尿道膀胱炎なわけですね。そうそうそうですね。細菌性の尿道膀胱炎、膀胱炎、このこれがこっちに行っちゃう、そんで尿管炎とかひどく、そう、腎盂腎炎になっちゃう。腎盂腎炎ってとってもよろしくないんですけども、腎臓までさ炎症がいっちゃう可能性がある。がんでや転移しちゃうというか、まあ、がんとはちょっと違うけど、炎症が上の方へこっちから上の方へ悪くなってさ、と腎盂腎炎になっちゃうと、今度もっとひどくなると敗血症って言って、肝の中に細菌がうじゃうじゃになっちゃったら、もうこれアウトなんですよ、はい、敗血症か、はい、敗血症とか菌血症とか言うんですけど、はい、だからちょっと入院しなきゃ。そうですかね、でちゃんと抗生物質を効かせないと、はい、ただ効くかどうかは分からんけども、はい、とりあえず抗生物質効きそうなやつを2種類選んで、はい、ね、今飲ませてます。だけど飲ませるのは簡単じゃないから、はい、流動食作って、はい、流動食の中に入れて食べさせて、で今この人はどこの段階にいるんでしょうか。ここが悪い。じゃあ上にまでまだ、うん、上にまで行きかけてたところ。そうです。で、こちらまで行っちゃうと腎機能が悪くなっちゃいます。はい、で、それで、はい、血液検査ね。今日血液検査したんです。このおしっこ見たのは昨日ね。昨日も夜してくれたから、はい、それをすぐ調べたらびっくりしたんですよ。細菌がいたから。うわっと思って。それも すごい数が細菌いたからね。2、3日前までは普通だったんですけど、急に茶色くなったところから細菌性、ただの尿道膀胱が細菌性の尿道膀胱になっちゃった。そうなっちゃったね、はい、で、これが今回の血液検査のデータね。で、はい、これが前の5月かな、はい、まあ、電解質のバランスは今のところ正常です、はい、で腎臓の機能も一応クレアチンと BN の一応今のところ正常範囲にあります、はい、ただこれ低いからさ、ちょろっと、はい、BN が、はい、低いとちょっと肝臓が悪い、はい、で
血糖値は正常で、ここは肝臓の働きを見るんですけど、はい、GPT 前よりは低いけどまだちょっと高い、はい、ちょっと肝細胞が弱ってる、はい、GOT これもちょっと高い、やっぱ肝細胞が弱ってる、これは正常ですね。ビリルビンも正常、次タンパク、タンパクがちょっと高い、はい、これは脱水です。あ、脱水、はい、ALP、あ、ごめんなさい、アルブミンは正常ですね。グロブリンが 5.0 高いです。でこれが高いということは炎症なの、感染、はい、もう細菌感染、はいはい、で 炎症が起きている、はい、カルシウムは正常、はい、コレステロール、中性脂肪も正常、はい、血液中、寄生虫はないと。これ血液の中に何パーセント赤血球がある場合なんですけど 35% ってことはちょっと低いです。で貧血、貧血は前から、そうです、前からちょっと低めだけど、でも最後は 38.5 と一応ギリ正常範囲の低いところだったんだけど、あ、もちろんもっと低くない、正常範囲を、あ、低くなっちゃった。そうだから白血球の数が9700、一応シニアだから、はい、前が6600、この子の間には上がってるから、はい、まあ戦ってるな。あ、でももっと上がらないから、あの3人最近ウジャウジャいたから、そういうことからすると低いです。だから横断はまあいいですね。ここら辺も肝臓だけど、まあ、アンモニア GG ここは正常です。リパーゼが33、ちょっと待って、リパーゼ、え、違うじゃん、これ寺島君違うじゃん、リパーゼ18じゃん。リパーゼっていうのは膵臓が悪いと分かりますけど、一応正常です。あ、そうですか、リンが、3.3、これも腎臓が悪くなると分かりますけど正常です、はい。CPK が2000以上、これはですね、はい、筋肉か神経が弱ると分かります、はい。で、筋肉ってですね、はい、大きく言うと3つあるんですよ、はい、こういうところの筋肉ね、はい、こういうところ、はい、これが骨格筋って言いますね、はい。で、あと心臓の筋肉、はい、最後に平滑筋、平滑筋っていうのはですね、はい、胃とか腸とか、はい、あと膀胱とか子宮とか、はい、そういうところの筋肉を平滑筋って言います。で今この子尿道とかさ、膀胱、はい、尿管、はい、めちゃくちゃ弱ってると思うから、そのためにめっちゃ高くなっている、これが弱ってるから。あと次、白血球9700、ちょっと多いけど、まあ上がりが少ないということなんですけども、はい、その中で好中球6900、一応正常、これがもっと上がらない、これが低い。好中球っていうのは急性の炎症で増えるんです、戦うやつなんです。だから今膀胱とかによるにひどい炎症が起きてるわけだから、はい、もっとこれが増えなきゃ、だから自分で治す力が落ちてる、まだ落ちてる、うん。だからリンパ球は1100、正常が1400から8000だから下がってます、はい。でリンパ球が下がるのは、はい、病気の時、はい、体の具合が悪いとリンパ球が下がる。反対にリンパ球がドーンと増えちゃうのは血液のが白血病とかリンパ腫とか、そういう時には2万、3万、5万、10万で低いのは病気、何かの病気があるのね。ガタン球776、まあ一応正常の上の方ですよね、まあ確保して。でこのタン球っていうのは慢性の炎症です。だからちょっとこれも多めかなと思いますね、はいはい。高酸球、これは寄生虫とかアレルギー、寄生虫アレルギーで増えます。まあ、これは正常範囲ですよね。はい、アレルギーで増えますけど、まあ、正常範囲です、はい。だから、数は正常範囲の上の方だけど、好中球の上がりが足りない。それから、具合悪いからリンパ球が下がってる、はい。内訳は良くないです。だから、はい、次、赤血球の数。691は一応正常範囲の下の方です。はい、でさっき赤血球の容積は低いって言いましたよね。で容積が低くて数は正常ということはどういうことかというと、はい、一個一個の赤血球の大きさが小さいところです、はい。数は690は正常範囲でも容積小さいから容積は低い、はい、で容積ちっちゃい赤血球って大人の赤血球は小さいんですよ、はい。で子供の赤血球が少ないところ、若い赤血球がで見るとまあ一応出てはいるんだけど、若い赤血球大きいのとか青く染まって大きいやつね、はい。でもちょっとこの子貧血気味だから本当はもっと出なかった、うん、その出方から言うと少ない、
血小板、血小板は結構増えてました。血小板というのは出血をそれを止めるために、それはなんか頑張ってかなり増えてますね。それはいいです。はい、じゃあ次 SA、 これはですね炎症マーカー、炎症があると増えます。で正常は 5.47 のところが29、だいぶ高いです。次 TBA、 これは肝臓の詳しい検査です。一応正常でした。それから T4、 これは、甲状腺ホルモン、甲状腺ホルモンが出すぎる猫ちゃんが多いんですね、年取ると。でもまあ 1.6 だから正常でした。これは正常、炎症マークが高い、リンパ球、この辺がいいかと。で次レントゲン、